はい、皆様こんにちは、ケイシーです。動画をご視聴いただきありがとうございます。今日なんですけど、ラジオとかポッドキャストのイメージで動画にしてみました。 BGM のような感じでお付き合いいただければと思います。ちなみになんですけど、今日はめちゃくちゃ寝ちゃってですね、起きたらもうお昼過ぎてて、なんでこんな寝たんやろ、疲れとったんかな。いや、一日をね無駄にしたような気がしています。まあ、そこからシャワー浴びて、ちょっと衝撃なことが衝撃的なことがあったんで、まあ、動画を撮ろうかなと思ってて、まあそれで今動画撮ってるんですけど、まあ、本題に入りますが、先日ゲーミング PC を、購入したという動画を上げていて、まあ、結構再生回数もいったので、まあ、見てくれた方、まあ、もちろん見てくれてない方も多いと思うんですけど、ゲーミング PC、ドスパラのガレリアを持っているのは皆さん知ってると思います。で、今まだ全然使いこなせていないんですけど、なんとゲーミング PC2 台目買っちゃいました。ということでね、まあ、まずは話を聞いてもらえればと思うんですけど、まず今回購入したパソコンはレノボのレギオンって読むんかな、レギオンっていうゲーミング PC、 デスクトップので、型番が T750i、 3月のね8日に到着する予定かな、うん、っていう感じになっちゃったんですよね。なんで2代目買ったんみたいに思う人多いと思うんで、12月とか1月にゲーミング PC をね買おうと、思っていろいろ検討しとる時に、まあ、いくつかこうメーカーをね、あれがええかな、これがええかなって検討するじゃないですか。そのうちの一つがこのレーノボだったんですよ。で、まあ、なんでかっていうと、まずデザインが結構好きやった。うん、すごい光っとる感じで、光っとるけどギラギラじゃないみたいな感じに俺は思えたって感じで、まあ、それで最初はね、このレノボのレギオン、なんかスペックもすごい高かったし、まあ意を決してこういう時にね、ええやつ買おうと思って、まあ買ってみたんですよ。そしたら、最初ね、3週間待ちとかやったんですよ、納期が。やから、まあ3週間、その頃から言うと、大体2月までには手に入るかなみたいな感じで、それやったら待てるかなっていう感じで、もうね去年かな、うん、買ったんですけど、なんか実際買って蓋を開けてみたら3週間じゃなくて、なんかね9週間12週間、とりあえず4月ぐらいまで納期ありませんってメール来たんですよ。いや、全然その3週間以上とは言っても違いすぎると思って、それやったらもっと早く使いたいしって思って、その到着日発送までが早いドスパラももともと結構デザインかっこええなと思って、こっちはギラギラしてないけど好きやったんで、ええかなと思ってたんで、デトネーター好きやし、まあそれでこのゲーミング PC を買ったと。
で実際使ってみて、まあスペックは低めのものにしたけど、高いものはやっぱり納期がちょっとあって、だから低いものにしたんやけど、自分実際ね PC で、まあ、動画編集とかゲームは今 Apex Legends しかやってないし、起動するものもそんな多くないから、サムネイル作成もそんなにね、ということで、あ、このスペックでええやんみたいな感じに最近思ってきとって、まあやったらそのレギオンの方がスペックはめちゃくちゃ高いけど、まあ、そんなにスペックはいらないんじゃないかと思って、こっちキャンセルしようと思ってたんですよね。ちょっとやっぱ2台もゲーミング PC 買うなんて金額的にもちょっときついし、まあ実際今の PC で十分かなと思って、そしたら昨日かな、パッてメール見たら出荷されましたっていうメールがね、レノボンから届い、レノボン？レギオン？レノボから届いて、あ、しまったと、まあなってしまったわけです。これはもう潔く受け入れるしかないと思って、これ2台になりますっていうお話です。俺必要かなRTX3070 って感じなんですけど、2台のパソコンになったら 2PC で配信って、それをまたどうしたらいいんでしょうね。キャプチャーボードで多分つなぐんかな。で RTX3070 やと 144Hz 以上出そうやけど FPS、 モニターが 144Hz なんでね、これ以上出やへんし、どうしたもんでしょうか。っていう感じになってます。メインにするのはどっちがいいんでしょうね。配信をするのがガレリアかレノボか。ゲームがやっぱレノボかな。あと置き場所もないな。こんなでかいの2台は結構きついですね。っていう感じになると思います。まあもし今後ね届いてから、まあ届いたらまた動画出すと思うんで、届いてからになると思うんですけど、その2台のパソコンを使ってね、こんな動画知りたいとか、まあフレームレートぐらいは自分でも思いつくんですけど、まあやってほしいことあればコメントいただければ参考にしたいと思っております。全てをできるわけじゃないんですけどね。いやー、ゲーミング PC 貧乏になるな、これはやばいですね、というお話でした。ちなみに背景変わったの気づいた方いますかね。壁紙自分で貼るタイプのやつを購入して、賃貸でも使えるやつ貼ってみました。初めてやったんですけど結構難しかったかな。なんか背面真っ暗の方がかっこええんじゃないかなと思ってやってみたんですけど、どうでしょうか。自分的には思ったほどやっぱりこう人が映る後ろが黒やったらええけど、パソコンの裏が黒ってあんまりかな。失敗ばっかり。実際ゲームやる分にもね、後ろが白の方がどうやろう、視界が明るい気がする。
ただ集中は黒の方が画面に集中できるような気はするけど、どっちがいいのかはちょっとわからないで言ってますが、といった感じです。まあ一応これ賃貸にも使えるっていうことなんで、粘着力も結構あったけど、何とか剥がしてもちょっとはなんかね、壁紙のやつついとったけど、壁紙がベリッて剥がれるような粘着力じゃなかったんで大丈夫かなとは思うので、楽天で買ったんですけど、楽天のリンクも貼っておきましょうかね。はい、まあシックな感じにはなります。見た感じですね。といった形で動画は以上となります。当チャンネルではゲーム配信以外にもゲーミング PC やゲーミングデバイス関連の動画を投稿したり、動画編集やマイク関連の動画を最近は投稿しています。今使っている機材のリンクが概要欄にありますので、気になる方は一度チェックして見てみていただければと思います。少しでも気に入ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。